宮沢賢治作、風の又三郎。9月1日、ドッドド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 ド、青いくるみも吹き飛ばせ、酸っぱいかりんも吹き飛ばせ、ドッドド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 ド。谷川の岸に小さな学校がありました。教室はたった一つでしたが、生徒は1年から6年までみんなありました。運動場もテニスコートのくらいでしたが、すぐ後ろは栗の木のあるきれいな草の山でしたし、運動場の隅にはごぼごぼ冷たい水を吹く岩穴もあったのです。爽やかな9月1日の朝でした。青空で風がどーっと鳴り、日光は運動場いっぱいでした。黒い雪袴を履いた2人の1年生の子が土手を回って運動場に入ってきて、まだ他に誰も来ていないのを見て、ほう、おら、一等だぞ、一等だぞと変わる変わる叫びながら、大喜びで門を入ってきたのでしたが、ちょっと教室の中を見ますと、二人ともまるでびっくりして棒立ちになり、それから顔を見合わせてブルブル震えました。が、一人はとうとう泣き出してしまいました。というわけは、そのしんとした朝の教室の中に、どこから来たのか、まるで顔も知らないおかしな赤い髪の子供が一人、一番前の机にちゃんと座っていたのです。そしてその机といったら、全くこの泣いた子の自分の机だったのです。もう一人の子も、もう半分泣きかけていましたが、それでも無理やり目を凛と張ってそっちの方をにらめていましたら、ちょうどその時川上から、蝶はかぐーり、蝶はかぐーりと高く叫ぶ声がして、それからまるで大きなカラスのように、カスケがカバンを抱えて笑って運動場へ駆けてきましたと思ったら、すぐその後から佐太郎だのコウスケだのどやどややってきました。なしてないでら、うなかもうたのが。カスケが泣かない子供の肩をつかまえて言いました。するとその子もわーっと泣いてしまいました。おかしいと思ってみんながあたりを見ると、教室の中にあの赤毛のおかしな子がすましてしゃんと座っているのが目につきました。みんなはしんとなってしまいました。だんだんみんな女の子たちも集まってきましたが、誰も何とも言えませんでした。赤毛の子供は
一向怖がる風もなく、やっぱりちゃんと座ってじっと黒板を見ています。すると6年生の一郎が来ました。一郎はまるで大人のようにゆっくり大股にやってきて、みんなを見て、なしたと聞きました。みんなは初めてガヤガヤ声を立てて、その教室の中の変な子を指さしました。一郎はしばらくそっちを見ていましたが、やがてカバンをしっかり抱えて、さっさと窓の下へ行きました。みんなもすっかり元気になってついていきました。誰だ、時間にならないに教室へ入ってるのは。一郎は窓へ這いのぼって教室の中へ顔を突き出して言いました。お天気のいい時教室さ入ってるっつうど、先生にうんと叱られるぞ。窓の下のコウスケが言いました。叱られでもオラ知らないよ。カスケが言いました。早く出張ってこ、出張ってこ。一郎が言いました。けれどもその子供はキョロキョロ部屋の中やみんなの方を見るばかりで、やっぱりちゃんと膝に手を置いて腰掛けに座っていました。全体その形からが実におかしいのでした。へんてこなネズミ色のダブダブの上着を着て、白い半ズボンを履いて、それに赤い革の半靴を履いていたのです。それに顔といったら、まるで熟したリンゴのよう、ことに目はまん丸で真っ黒なのでした。一向言葉が通じないようなので、一郎も全く困ってしまいました。あいつは外国人だな。学校さ入るのだな。みんなはガヤ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 言いました。ところが五年生のカスケがいきなり、ああ、三年生さ入るのだ。と叫びましたので、ああそうだと小さい子供らは思いましたが、一郎は黙って首を曲げました。変な子供はやはりキョロキョロこっちを見るだけ、きちんと腰掛けています。その時風がどーっと吹いてきて、教室のガラス戸はみんなガタガタ鳴り、学校の後ろの山のカヤや栗の木はみんな変に青白くなって揺れ、教室の中の子供はなんだかニヤッと笑って少し動いたようでした。するとカスケがすぐ叫びました。ああ、わかった。あいつは風の又三郎だぞ。そうだ、と
みんなも思ったとき、にわかに後ろの方で、五郎が、わあ、痛いじゃあと叫びました。みんなそっちへ振り向きますと、五郎が康介に足の指を踏まれて、まるで怒って康介を殴りつけていたのです。すると康介も怒って、わあ、我悪くてで、人はだいだな。と言って、また五郎を殴ろうとしました。五郎は、まるで顔中涙だらけにして、康介に組みつこうとしました。そこで一郎が間へ入って、加助が康介を押さえてしまいました。わーい、喧嘩するなったら、先生やちゃんと職員室に来てらぞ。と一郎が言いながら、また教室の方を見ましたら、一郎はにわかにまるでポカンとしてしまいました。たった今まで教室にいたあの変な子が、影も形もないのです。みんなもまるでせっかく友達になった子馬が遠くへやられたよう、せっかく取った山柄に逃げられたように思いました。風がまたどーっと吹いてきて、窓ガラスをガタガタ言わせ、後ろの山の茅をだんだん上流の方へ青白く波立てていきました。わあ、うなだ喧嘩したんだから、又三郎いなくなったな。加助が怒って言いました。みんなも本当にそう思いました。五郎は、実に申し訳ないと思って、足の痛いのも忘れて、しょんぼり肩をすぼめて立ったのです。やっぱりあいつは風の又三郎だったな。210日で来たのだな。靴履いてただぞ。服も着てただぞ。髪赤くておかしいやつだったな。ありゃありゃ、又三郎、俺の机の上さ、石陰乗せてったぞ。2年生の子が言いました。見ると、その子の机の上には、汚い石かけが乗っていたのです。そうだ、ありゃ、あそこのガラスもぶっかしたぞ。そうだないでや、あいつは休み前に、かいち石ぶっつけたのだな。わーい、そうだないでや。と言っていたとき、これはまた何というわけでしょう。先生が玄関から出てきたのです。先生はピカピカ光る予備校を右手に持って、もう集まれの支度をしているのでしたが、そのすぐ後ろから、さっきの赤い髪の子が、まるで権現様のおっぱ持ちのようにすまし込んで、白いシャッポをかぶって、先生について、スパスパと歩いてきたのです。